こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。今回の動画は、木材で作る PC ケースをデザインしてみました。デザインコンセプトは、木材を採用することにより、温かみのある、美しいデザインにしたいと思っています。筐体はシナベニアで作成し、正面と背面は木材を活かした仕上がりにします。すべてを木材で作ると、自作感が出てしまうので、天板と側面は、アクリル板を使用し、温かみと、シャープさが融合したような感じにしたいです。大きさは、置く場所に困らないコンパクトなサイズにします。幅 200mm、奥行き 224mm、高さ 365mm、で、約 16.4 リットル、です。材料のシナベニアは、材木屋さんにカットしてもらいます。自分ではまっすぐに切れないし、直角が出せないと、出来上がりに影響してくるので、お願いしました。開口部は複雑な形状なので、自分で加工します。組み立ては釘を使わず、木工用接着剤で、組み立てていきます。正面と背面はシナベニアの、厚さ 12mm を使用し、小口は木目テープを貼ります。その他の部分はシナベニアの厚さ 5.5 ミリを使用します。塗装は正面と背面は木目を活かした塗装にし、その他の部分はマットブラックで塗装します。天板はグレースモークのアクリル板を両面テープで貼ります。天板をグレースモークにしたのはパワーランプの LED を下からぼんやり光らせたかったからです。スイッチとフロント USB コネクタは、この位置に取り付けます。側面は透明のアクリル板を、ネジ止めし、内部が見えるようにします。マザーボードの裏側は隠したいので、ブラックのアクリル板をネジ止めします。マザーボードはミニ ITX または小さめの、マイクロ ATX なら入る大きさにします。195mm×230mm 以下のマザーボードなら取り付けられます。電源は ATX 規格が入る大きさにします。ストレージは側面から見えない位置に取り付けます。マザーボードの裏側と電源ユニットの裏側に 2.5 インチのストレージが1個ずつ取り付けられるようにします。マザーボードの裏側にストレージを取り付けるので、20mm のスペーサーを使います。ある程度の隙間ができるので、配線はなるべくここに隠そうと思います。マザーボードの裏側は CPU クーラーのバックプレートが取り付けやすいように、開口を開けておきます。グラフィックボードの長さは 190mm 程度までです。エアフロ、刃、120mm のケースファンで、排気1個のみです。効率よく空気の流れができれば、ケースファン1個でも、今の段階では十分じゃないかと、思っています。下面の吸気口は、電源とグラフィックボードを、冷やすための空気を取り入れ、側パネルの前側の隙間から、CPU を冷やすための空気を、取り入れるように考えました。下面には、塩ビ板とサランネットを使用し、防塵フィルターを作成します。それでは、デザインした PC ケースに、PC パーツを順番に、取り付けていきます。ATX 電源ユニット、ATX 電源ケーブル、CPU 電源ケーブル、ストレージ、SATA 電源ケーブル、SATA ケーブル、マザーボード、メモリ。ケースファン。CPU クーラー。グラフィックボード、PCI エクスプレス電源ケーブル。完成しました。いかがだったでしょうか。ここまでは、木材で作る PC ケースのデザイン過程を見ていただきました。実際に作ってみないとわからない部分があるので、作ってみて、実際に排熱がうまくできるのかなど、検証してみたいと思います。
酢酸系の接着剤は熱に弱いので、高負荷時にケースがバラバラになっちゃうんじゃないかと、少し心配です。まあ、それはそれでネタになって面白いかも。次回の動画では、実際の制作過程の動画をアップします。木材で PC ケースを作るのは初めてなので、ちゃんとできるかちょっと心配ですが、スピーカーのエンクロージャーなら多数作ったことがあるので、大丈夫だと思います。次回の動画も見ていただけると、大変嬉しいです。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。